日吉先輩のエールに応える。 DeNA 今永翔太投手が都内で行われた母校駒大の野球部創部70周年祝賀会に出席。同部の OB 会長で前 DeNA 監督の中畑清氏から激励され、気合を入れ直した。中畑氏、今年しっかり頑張りなさい、自分の立場をしっかりと作りなさい、今永頑張ります、15年秋のドラフトで1位入団、同年で退任した同氏の下ではプレーしていない、しかし大学プロで先を歩んだ大先輩の言葉は胸に響いた。今年は勝負の年、今年ダメなら危ないという気持ちです。中畑さんは横浜 DeNA を背負ってくださった方、その恩を返せるようにしたい。昨季は精彩を欠き4勝11敗、期待を大きく裏切った。今オフはフォームを固め直し、背水の陣で本気に臨む。駒大の看板も背負って責任感を持って戦います。